ユリのお手伝い。高い場所に行って電話しなきゃ。あんたはジェームソンの言う通り派手に暴れて混乱させてばかりだ。突然どうしたの、おまわりさん。フィスクが釈放さ。ありえない。あいつの罪の証拠はわんさかあるだろう。あった。証拠を積んだトラックが追突された。データがハードディスクごと全部消えちまった。ウィリーが釈放なんてありえない。僕が取り返してくる。オッケー、よく考えて。証拠品には全て無線 IC タグが付けられてるはず。タグを追跡すればハードディスクを見つけられる。急がないと。ジェイムソンのやつ、しつこく僕の悪口言うせいでみんなが信じ始めてる。っていうか、フィスクの手下が証拠を盗んだのがなんで僕のせいになるんだよ。まあそんなことよりフィスクを釈放させないことだな。間に合った。ハードディスクはまだ壊されてない。ウィリーの出所パーティー嵐開始。仕事中はおしゃべり禁止。マジかよ。俺たちを邪魔するような人はいないだろ。起きろ。消して。コブラは状況は。よっ。あなたはだんだん眠くなる。おしまい。新しいスマホと格闘する人の方が根性ある。ハードディスクは無傷だ。完璧。それじゃヘルズキッチンの警官に返そっと。このこと知ったらウィリーはどんな顔するかな。刑務所のワインで喉詰まらせるかも。フィスクは檻の中。ハードディスク取り返したよ。ちょっと待った。たまたま居場所を突き止めたってのが。もしかしてお前キングピンとグルなんじゃないか。ちょっと嘘だろ。自分で盗んで返すの。僕ってそんなに暇なやつに見える。まずい。ロケット隠れて。おい、ちょっとこれやりすぎだと思わない？ちょっと必死すぎない？普通ここまでやる？今はクラウドってものがあるだろう。のところにもたどり着かせないよ。応援はどうだ。
ヤングが車の相乗り。ガソリン節約なんてフィスクって意外とエコだね。屋上に着いたんだ。以上、フィスクはどうだ。死ぬか、てめえ死にているか。大社にでもなればよかった。言いたくしなかったんだから許して。おしまいだな。ディスクを守るんだ。スパイダーマン、君のこと誤解していたよ。ジェームソン、嘘つきだな。誤解が解けてよかった。聞いていいかな、異次元から来たって本当か。ああ、クイーンズってとこ。またね。聞こえる、ユリ。着いたよ。それでダイノがアッパーウエスト文章を襲ってる。エレクトロはアッパーイースト。形勢逆転といきましょう。どっちかに行って、どっちもまずい状況よ。姉妹シェルターに行ってくれない？退役軍人センター？なんで？ダイカーズの囚人が食料を奪いに来たらしくて、建物の中にいるスタッフを助けないと。今マイルズと向かっているところなの。僕が行くまで無茶しないでよ。それじゃあハーレムです。疲れてるみたいだ。病気じゃないといいけど。ユリを助けたらハーレムに行こう。ユリ、アッパーイースト文書に向かってる。よかった。ちょっと分け合って、エレクトロとデーモンに。部下が閉じ込められたの。自分の目で確かめて。なんだよ、ついてからのお楽しみ。かなりまずい。変換器で建物が帯電して出られないんだ。ユリ、訳ありどころじゃないよ。変換器を止めないとみんなを解放できない。
解放できたとしてもデーモン退治はどうするつもり？当然やるよ。電気とデーモン絡みの問題は僕にお任せ。よし、あと2つ。残るはあと1つ。警察は解放したけど、デーモンが手を貸さないと。みんな無事だよ。次はアッパーウエストサイドに行って民間人を保護したいんだけど、ダイノが邪魔してるのよ。あいつらしい。今行く。マイルスから伝言。リサ、聞こえる？メイが君に電話しろって。退役軍人センターがまずいんだ。囚人たちがドアを壊そうとしてる。メリー・ジェインが地下室からみんなを逃がしてるけど、人手が足りなくて。すぐにこっちに来て。伝承を助けてすぐにハーレムに行かなきゃ。ライノが動き出したけど、ライカーズの元住人たちがバリケードを攻撃してる。加勢してくるよ。お願い。バリケードが崩れたら中の人たちはおしまいよ。隊列組んでスパイダーマンを援護しろ。スパイダーマン、楽しもうぜ。ライノがバトルの途中でいなくなるなんて、きっと博士の命令で動いてるんだ。緊急対応班に奇襲攻撃しろって言われたのか。
ことをはさせないよ。任せて。一つ目 OK。 テーブルの飛行部隊は片付けた。お次はライカーズの脱獄犯たちだ。ユリ、文書はもう安全。ついでに第一ターゲットの気分も味わっておいた。楽しくない。国際傭兵集団は怒らせるなってことね。そうかも。ちょっと用事済ませてくれ。何かあったら電話して。わかった。それとありがとう。なんとか立て直せそうよ。オッケー。ハーレムの姉妹センターに行っておばさんを助けないと。ピーター、よかった。退役軍人センターに来て。今どこ？いろいろあって。無事なの？何事？囚人たちが放火したの。スタッフは避難させたけど、おばさんとマイルズがまだ中に。助けに行きたくても火の回りが早くって。じっとしてて MJ、 僕が行く。くそ、ああ急がないと。MJ、ダメだよ。お願いだから僕に任せて。ピーター、何やってるの？援護を待って。おばさん、おばさん。おい、ここだよ。よし、しっかり。すぐ行く。大丈夫？窓に行って。遠すぎる。待って。みんな踏ん張って。もうお願いだから。おばさん、捕まって。ほら、行って。
丈夫。しっかり。おばさんは？みんな無事。 MJ、 君とマイルズがいなかったら僕は。私もあなたが助けてくれなかったらもう8500回は死んでる。まだ何回か借りあるでしょ , 笑える。ねえ、心配かけてごめんね。ただいつも助けられてばっかりは嫌なの。たまには助けさせて。そんな思いさせてたなんて。まだパートナー？もちろん。ねえ、水はどれがいい？ほら、スパークリング、炭酸なし、天然水、ミネラルウォーター、どれがいいか分かんなくて。邪魔しちゃった？いや、MJ、ワトソンさんと僕は作戦を練ってたんだ。作戦？そう、町は私たちが救わないと。全員の力で。それじゃあ何すればいい？よし、一致団結だ。ワトソンさん、解毒剤を手に入れないと。オズコープが開発してるらしいけど、このままだとオクタビアスとリーに奪われてしまう。僕らが探し出して守らないと。手がかり追ってみる。マイルズ、フィーストは君に任せていいかな。何かあったら電話して、フィーストとフィーストのみんなを守らないと。ああ、もちろん。あなたは？コスチューム姿のギャングが街をめちゃめちゃにしてる。仕返ししてやらないと。よし、それじゃあ。あ、待った。電話って携帯持ってるの？ほら、スーツにポケットないし。番号はワトソンさんが。みんな頑張ろう。もしかしてスパイダーマンの彼女？だったらすごいね。ほら、探偵さん。それでどんな水持ってきてくれたの？町もほんのちょっとだけ落ち着いたかな。マイルズはフィーストにいて、 MJ はデビルズブレスを調べてる。僕はオットを探すことに専念して彼の計画を止めよう。ユリ、大物たちを捕まえないと。オクタビアスの情報は？いいえ、何も。タイムズスクエアの科学捜査もまだ。あの部署はインターン以外みんな倒れちゃって。それなら僕が行って調べてみるよ。